タイラー・ラビーンはカナダ出身で主にカナダとアメリカ合衆国で活動している俳優。タイラー・ラビンとも表記される。俳優のカイル・ラビーン、元俳優の脚本家、演出家、キャメロン・ラビーンとは兄弟。1978年にカナダのオンタリオ州ブランプトンに生まれる。その後、家族でブリティッシュ・コロンビア州バンクーバーに移り、母親の勧めでタレント事務所に入る。 地元の劇団の芝居や数多くの CM に子役として出演した後、1991年にカナダのテレビシリーズストリートリーガルで本格的に役者としてデビューし、テレビドラマを中心に活動するようになる。その後、様々な配役を経て、米テレビシリーズインベージョン・インベージョンやディーパー・デビルバスターで知られるようになる。2008年には兄弟のキャメロンの脚本、 監督による映画、コントロール ALT デリートに主演している。2010年に主演した、ホラーコメディ映画、タッカーとデール史上最悪についてない奴らが、各種映画祭で、高い評価を得る。2007年に、女優のキャリー・ラシェインスキーと結婚、一子を設ける。A Good Old Fashioned OG プレミア上映にて、ありがとうございます。